皆さんどうもこんにちは、マンディ&ユーポンです。はい、今回ですね、こちらのなんとね、雑貨屋さんにもね、韓国のスライムがたくさん売ってたので大量に購入してきました。でね、なんかピクニックとかなんか東京とか、まあ、原宿にしかないイメージあったんですけど、なんかたまたま雑貨屋さんに行ったら韓国のスライムが売っていたので、興奮しながら買ってきました。でね、そのスライムがあまり見たことないスライムだったんですよ。買ってきたものを並べてみましょう。じゃじゃん、こちらのスライムを購入してきました。何個あったんだ、11個のスライムを購入しました。でね、今回この11個のスライムを紹介していきます。じゃあまず最初に、この中に結構楽しみだから最後にしとこう。ちょっとこの紫から紹介しましょう。まあね、今日奥豚屋なんだけど、なんかね、ほぼほぼね、スライムの値段が500円でした。このスライムも500円。いいかも、この触り心地。ほら、ドゥルンドゥルンでプルンプルンなのに、なんかちゃんと指の跡がつく、指の跡がついて不思議な感じする。あんまり触ったことないかも、こういうスライムで。匂いがね、フルーティーな匂いがしていい匂い。これ気持ちいいんだけど、手がめっちゃいい匂いするんだけど。はい、続いてはこちら。これね、結構緑とか黄色とかあったんですけど、ユーポンピンクと水色を購入しました。で、お値段も500円。あ、開いた。え、綺麗。取り出してみたんですけど、すごく綺麗です。このラメがあって、で、ラメがね、すごい固まってるので、ちょっと一回混ぜてみましょう。はい、ラメね、ま、全部混ぜてみました。すごく綺麗だよ。なんか夏って感じがする。あの、なんだっけ、氷のさ、保冷剤みたいな色が、なんて綺麗なんでしょう。ほら、ラメ綺麗じゃない。これさ、水色も綺麗だけどさ、ピンクも絶対綺麗だよね。と見てみましょう。すごい蛍光色出してみました。ピンクもね、すごく綺麗なんですけども、まだね、混ざってないので、これを混ぜてみましょう。なんか可愛いな、本当にこのラメ感が。なんか本当に海外って感じがするね。ほんでね、あとね、音がいい。何なんでしょう、この音は一体。このパチパチ言う時の音がね、ユーポン好きなんだよね。なんかさ、水色とピンクも綺麗ってことはさ、他の色結構気になる。続いてはこちらの哺乳瓶です。これね、あの、初めて見ました、この哺乳瓶のスライム、韓国ので。これはタプタプ系、まあ、トロトロ系かな、トロトロ系です。で、これだけ透明で、お値段は500円です。じゃ、またこれもセロハンじゃん、もう。うわ、なんか綺麗な、なんかメタリック系の色で、すっごく綺麗で、プル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 なので、なんか音はそんなに出ないし、指の跡もつかないです。これは触って楽しむ感じのスライムだね。なんか綺麗、なんかあれみたい、鉄に熱を加えたらこうやってなるじゃん、あれみたい。じゃあ色変えます。せーの、変わりました、色が。なんだこれ、綺麗。クリアスライムになんかちょっと金を足した感じで、なんか今までに見たことがない金運が上がりそうな色だね。ドゥルンドゥルン、これ、ほら、ナマコみたい。じゃあ次の色いきます。せーの、あれ、さっきとちょっと似てるなと思った方もいいと思うんですけども、これはね、黄色の透明バージョンです。ほら、綺麗でしょ。なんかさ、あれみたい、水性レモンみたい、 CC レモンのゼリー版。やっぱりね、透明はね、まあ結構見慣れてるから綺麗だなって感じなんですけども、さっき紹介したメタリック系の色は初めて見た、あんな綺麗なメタリック。
ね、これはなんかちょっとゼリーっぽい色だよね。じゃあ続いて最後、あらららら、またちょっと綺麗なの来ちゃいましたね。なんかこれさ、第一印象なんか青汁みたいなと思った青汁とかメロンソーダとかそこら辺のあのなんかメロンジュースっぽい。綺麗だな本当に。なんかいろんな角度から見たらさ、いろんな感じに見えるからいいなと思う。で、ね、ちょっとクリアなんだよね。ほら、続いてはこちらのユーポンを楽しみにした粘土系スライムです。これも一つ500円です。うわ、なんか重たい。あ、これがっつり粘土系です。がっつり粘土、スライムっていうか粘土だよね。これ粘土で、これはやっぱ粘土系なので音は出ないです。続いてはピンク、なんか桃みたい、ここら辺。あ、この濃い色がスライムなのか。綺麗な色、なんか蛍光ピンクぽくてすごく綺麗。あ、わかった、この匂い。かき氷にかけるいちごのシロップの匂いする。続いては緑、なんか結構ね、韓国スライムって蛍光色が多いんだよね。蛍光色系の、でね、やっぱり粘土とかスライムなので硬さや柔らかさは結構それぞれで、緑はちょっと固めかな、ユーポンのは。続いて最後、なんかこれ一番綺麗だなと思って、で、これはなんかブルーハワイっぽい匂いがするよ。でね、色的にいいなと思ったのが水色っていうか、ちょっと緑が入った水色で、すっごく綺麗なんですよ。はい、ということで今回はこんな感じで終わりたいと思います。見てこれ、パステルカラーたち。これね、パステルカラーがめっちゃ可愛いなと思ったので、思ったのでねめっちゃ可愛いなって思いました。もうぜひよかったら皆さんも韓国のスライム購入してみてください。もしかしたらね、雑貨屋さんにもあるかもしれません。ユーポンこれ雑貨屋さんで購入したので。ではチャンネル登録よろしくお願いいたします。 Twitter、Instagram、NineLove、Musical.ly の方もフォローよろぽんです。ではおつぽん。